こんにちは金沢のスタジオからニュースをお伝えします白山市内の中学校に勤務する58歳の男性教師が30代女性につきまとい行為をしたとして警察に逮捕されましたストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは白山市内の中学校教師で野々市市に住む58歳の男です警察によりますとこの男性教師は 今月5日から11日までの間に県内の30代女性の自宅の室内を除くなど付きまとい行為をした疑いが持たれています一昨日の夜、女性宅の敷地内にいた男をパトロール中の警察官が発見し職務質問したところスマートフォンで室内を撮影したことなど容疑を認めたということです教師の逮捕について白山市教育委員会は 現職の教員が逮捕されたことは誠に遺憾である。当該校では生徒や保護者への説明をしっかり行い、生徒の心のケアにあたりたいとコメントしています。では今日の天気です。